はい、首の痛みシリーズ、今日は足首編です。足首編、前回手首の話をしてきました。あれでめちゃめちゃ良くなっちゃう人っていたんじゃないかなと思います。本当に僕はあれだけで首の痛みってもう取れちゃいましたし、全然痛くないんですね。まあ、これだけ長いとですね、長いから関係ないんですけども、痛くなっちゃう時って僕結構あったんですけど、ここの手首グリグリやっちゃうだけでもう痛み取れちゃうので、あなたもぜひやってみてください。これ本当にいいと思います。で、今日足首編、あれでもなかなかあんまり変化がないなっていう方は、足首のところ、足首というよりかかとですね、かかとちょっと脱ぎましょうか。足の、汚い、すみません、かかと、ここです。ここのところの膜、こういったところが硬くなってしまうと、首の痛みにつながります。特に足首とかを怪我されたことがあったりとか、あまり歩かない、あとは運動不足もそうですね、そういった場合はここの部分が硬くなりやすいので、そんな方はまずここにこうやって手をギュッと当てて掴んでます。掴んじゃう。これでここでグリ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 でもいいですし、こうやって掴んで、やり方は何でもいいんです。別にこれどうでもいいので、この中指の硬いところ、これを足のここに当てて、足のかかとのここと反対側のかかとのここです。ここに当ててグリ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 です。グリ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 、結構強めでいいです。ここもちょっとやりにくいのでこうしましょうか。こうしてここをグリ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 です。このやり方が一番いいかもしれないですね。僕は足組めるのでこれでできますけど、足組めない方とかはそうですね、他の人にやってもらう、ご家族、彼氏さん、彼女さん、誰か捕まえてここをグリグリしてもらう。これだけで首の痛みって結構良くなっちゃいます。30秒ぐらいでいいです。また深呼吸しながら結構強めにグリ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 、これでもいいです。こうグリ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 、これやってあげるだけ、これだけです。これも簡単ですよね。手首であったり足首の部分は、こういった形でまず痛みって取れちゃいますので、ぜひこの体操を毎日コツコツ30秒でいいです、やってみてください。これ毎日続けることがとっても大事なので、ぜひくじけず諦めず、毎日コツコツ続けてみてください。次回乳首の話です。ふざけてると思われるかもしれませんが、乳首と関わっちゃうんですね、痛みが。面白いですよね、人間の体って。ぜひ、明日の動画も楽しみにしていただければと思います。本日の動画は以上です。本日も動画をいただきありがとうございました。